はい、おはようございます、今日は久々の実家の庭から中継をしたいと思います。まずですね、 YSCC のジュニアエースの練習会なんですけども、おかげさまで、たくさんの応募が、あるようです。まだまだ、時間はありますので、8月3日の月曜日、4日の火曜日、4、5、6ですね、水、木と、あります。で YC&AC で、お昼10時から12時でありますので、チームのコンセプトの説明と、それからトレーニング、コンセプトに沿ったトレーニングの方を、させていただきます。もう結構ね、人数集まってるらしいんですよ。何が原因かちょっとよくわからないんですけども、多分コロナの影響で練習会等がね、あまり打てなかったっていうところがあると思うんですけども、本当にありがたい限りです。まだまだ空きはありますので、皆さんぜひ足を運んで、一度 YCC の練習を体験をしてみてください。よろしくお願いいたします。でまたね、スカウティングの方も徐々に始める目処が、出てきました。まあね、普通はね、僕の方から、見に行ったりとかアポ取りしていくんですけども、なんかもし興味があって見に来てくださいっていう方いらしたら、連絡いただければ、僕は直接行きますので、よろしくお願いいたします。僕が窓口になってますので。であとね、まあこれ報告なんですけどね、すいません、できました。やっと、だいぶ時間かかったけど、かっこいいでしょ。一応ね、これ希望で買ってもらってるんですけども、会員の子はほとんど買いました。で別に会員さんじゃなくても、いいな、かっこいいな、欲しいなって人いたら、これは購入できますので、これもご連絡いただければ、ぜひ、緑の牛を着て宣伝の方よろしくお願いします。であとですね、僕 YouTube の方もやって、今こうやってやらせていただいて、スポンサーの方、スポーツビートさんに、ついていただいてるんですけども、いいコラボレーション具合でね、チャンネル登録数もぐんぐん伸びてき、ているところです。でまたね、僕の強みとしてはジュニアユースの指導歴が長いので、そういったことをね、今保護者の方だったりとか、進路に迷ってる5、6年生に向けて、情報発信の方させて、いただいてます。で、この活動がね、皆さんのこの将来の選択肢だったりとか、活動の助けになればいいと思っております。でもう少しね、活動の幅を広げるために、いろんな、チャレンジだったりとか、インタビューとか、そういうものを、検討しています。Jリーガーになった選手の、なんていうんですかね、その進路選びとか、みんな聞きたくないですか？どうですか？僕だったら聞きたいなとか思ったりとか、そういうものも、考えてはいくんですけども、そこでですね、一つそのスポンサード、スポーツビートさんに今スポンサードを受けてるんですけど、小口のスポンサードを今、常駐部の方では受け付けております。番組のね、頭とか、それからお尻、いいタイミングでいいんですけど、あとはね、このシャツにバナーを入れることも可能になってます。背中とか空なんで、入れたいというか、宣伝をちょっとご希望の方はご検討いただければと思います。だんだん見てる人も多くなってくるんで、露出はかなり高いかと思いますので、皆さんにいいものを提供するために、そういった価値は売っていかなければいけないなと、僕の方は思っておりますので、ぜひこの、活動にご賛同いただける方は、いぶきまでよろしくお願いいたします。じゃあ今日はここまでです。ありがとうございました。